5 a.m. and we are in trouble, but we don't really care. Tell ourselves there's all. めっちゃ天気いいじゃん。マイクローズし面接開始をちょっと行ってみる。いや大丈夫。あ、竹下通りも意外と空いてる。空いてるじゃん。今日はたかしとデートです。小指つなげて。服に合わせてるの。すいません、ちょっと顔見えないんですけど許してくださいね。してんの。ウーバーイーツだ。ちょっとちょろっと見てみよう。なんかすごい、今ゼロじゃん人数。今日のメインめっちゃいいじゃん、かわいい。はい、というわけで今ちょっとね、お腹、今日学校がテストが終わってそのまま来た感じですね。はい、でなのでちょっとお昼食べてないんですよまだ。はい、ちょっとお昼食べたいと思います。でね、新しくできたところ来たんだけど、見て席がこんなね、ほら可愛い席なのね。こんな感じ、めっちゃいいじゃん。取れるね、すごい天才的。じゃあ何かしら頼んできます。何がいい。というわけで今こちらにしました。チーズトッポギー。この後食べ歩きもすると思うので、はい、とりあえずはこれを2人でシェアします。見て、めっちゃ美味しそう。こっちも超美味しそう。にゃんにゃん金ピカ。チーズの匂い超いい匂い。もう美味しいもん。ちょっとチーズ伸ばしてみよう。おお、めっちゃ美味しそう。やばい、めっちゃ美味しそう。そこだめ。え、なんか、え、超辛そうだよ。液体が辛そう。待って、ことだ。インスタの写真撮ってもらった。ああ、覚えてる覚えてる。いい感じだね。何してるの。お先に行きます。いただきます。どうですか。おいしいんですね。いただきます。うん、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 どんな味。食レポ言葉じゃ表せない美味しさです。お手本見せるか、ね、じゃあこのトロトロのチーズいってみましょう。じゃあみんなせーのでレッツゴーって言って、せーの、いただきます。食べてないの。どうしようと思って食べたいなと思って、なんか持っていないんですね。うん、なんかマッカラ食べて、とても仕方ったよ。美味しいんですけど、もちもち感が結構重要になってくると思うんですよね、こういうトッポギって。はい、待って、それが素晴らしく大変です。はい、はい、おい、かわいい子いっぱいいるね。マスク詐欺カット。何すか。マスク詐欺。あ、びっくりした、マスクソ野郎みたいな、変な変なことだろう。カットがある。
お願いします。おー、すごい。はい、針を取ってください。じゃあ、怖い。はい、こうやって、はい、後方2台に成功したらこっちに来て見せてください、はい、失敗したらそのままゆっくり食べても大丈夫です、はい、お座席どうぞ。頑張ってください。ありがとうございます。来ました。じゃあ開けてみますね。5分以内、はい、やばいね。逆に簡単なのがいいね。やばい。せーの。おー、え、待って、これさ、どうなの。私、丸です。高橋、星です。写真撮れたよね。時間内になるけど、でも平気だよ。意外といけそう。ちょっと写真撮りたい。頑張るぞ。レッツゴー。行く？はい。怖い。怖いよ、これ割れたら死ぬ。パーン！大丈夫？ギリギリギリ。怖い怖い怖い。めっちゃ声でかくなっちゃったよ。やめたい。これすぐ死ぬタイプじゃん。バカだよ。あ、来た。早っ。ちょっと見せてくるね。そんなことある？見せてきていい？はい。ありがとうございます。あ、かわいい。はい、一つ選んでください。じゃあこれで。はい、ありがとうございます。あ、これはゆっくり食べて。ありがとうございます。はい、はい、なんとですね、今私ももか成功しました。まあ YouTube で、まあ、たかしはもう完璧、いい感じですね。はい、ね、まあ、まあ一応 YouTube でも作ったりもしてたので、まあできたのかなって思います。で、私見たらこれもらいました。すごい可愛い。これ多分タルゴナストラップ。これなんか、これあれです、カピカピ系の感じですね。シリコンじゃないカピカピ系。はい、じゃあ食べます。はい、甘そう。いただきます。もうちょっと待って、ちょっと待って、やってみてよ。まだ許され違う、君さ、分かった、ちょっと取る、もう一回やって、もう一回やってみ。じゃあもう疲れちゃうね、これ、はい、ほら、もう向いてないで。あ、じゃあなんかこうやってやってたのね、最初だけど、飽きちゃって飽きちゃった結果、こちら。あ、でも飲む。そういう時にかけて分けてできるんでね。あ、でもさ、勝手抜きに対して飽きるっていう事態もおかしいから、すいません。あ、うまっ。こういう感じのがこういうネックレスにつけるの可愛いね。あ、可愛い。これタルゴナ優勝。あ、銀メダルみたい。というわけで今待って渡ればいい。食べ終わりました。あー、力の方がいいかもね。すごいね、楽しかったですね。どうぞ。次は LINE ショップ行きます。 LINE ショップはとても面白いですよね。なんで？え？すごいね。ミニオンとかもすごい可愛いね。はずいはずいはずい。ちょっと来てみる。ありがとう。かわいい。待って、これスイッチケースじゃない？なるよね。というわけで今ですね、ちょっと六本木のイルミが見たいというわけで来ました。イルミだ。帰ろっか。彼氏と来たかったな。もう満足してる私ですけど、どこでしたっけ、あとは。ほら、さっき東京タワー一瞬見えたね。反射して見えたんですね。超綺麗。違うの、違うの、あのどこだっけ、どっかに登ればめっちゃ綺麗に見える。めっちゃ綺麗。
あ、逆だあれあれあ、だ一番真ん中だから、うんでも十分だよ。というわけで今ですね、ちょっとキラキラとか見て一旦ちょっとここのいい感じの映えスポットに来たので、ちょっと TikTok とか撮ったりします。はい、というわけで今 TikTok タイムとかも全部終わって、もうね時間なの、時間っていうかもう遅いので帰りたいと思います。どうでしたか？バイバイ。綺麗で楽しくて、うん、寒いあめっちゃ寒い。起きる。めっちゃイルミネーションでした。綺麗ね。テスト終わった日にクリスマスを堪能するという。最高テストってないってね。じゃあクリスマスまでに彼氏頑張ります。頑張ります。あの彼氏募集中です。私もそんなじゃあまた来年はね彼氏と過ごせてますように。ではあの寒い概要欄に彼氏の募集中貼っておりますので。ちょっとやめてください。ちょっとあんまりそういうことはめんどくさいの、ね、でさ、いつも思うんだけどさ、このさ、ももかず編集のやつってさ、全部たかしなんだよね。そうなんです。だから、友達たかししかいないみたいな、思われそうなの。いるよね、うちちゃんと友達ね。うん、もちろん。いや、やめてよ、いないみたいな言うし。じゃあ、いつになったらたかしはいなくなるのでしょうか。そういうわけで。だいぶ怖い。それでは皆様、さよなら。せーの。痛い、腕がつかない。バイバイよー。だいぶ痛い。Why do I make things complicated?Why do I lose all my control? I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.